驚愕の切れ味、優れた食いつき性能、驚きの耐久性、世界が驚愕ビッグツールのドリル、その名も月光。ドリル穴開け作業の常識を変えるビッグツールの月光、そのポイントをご紹介していきましょう。従来のドリルはステンレスに穴を開けることは難しいとされてきました。しかしビッグツールの月光は優れた切れ味で軽く切り込んでいきます。しかもエアドリルを使ってオイルの注入も不要、作業中の手元のブレもありません。金属くずはまるで名工がカンナで板を削る際に出るカンナくずのよう、瞬く間に貫通です。従来のドリルでの穴開けではご覧のような粒状の金属くずしか出ません。月光の金属くずと比べればその切れ味の違いがお分かりいただけるでしょう。月光は従来のドリルに比べ素材面への食いつきが良く、狙ったところにスムーズに入っていきます。その食いつきの良さはいろいろなシーンのさまざまな素材に対して威力を発揮します。例えばこんな交換パイプへの穴開けもスムーズ、アクリル板に対しても割れることはありません。ステンレスの曲面でも楽々穴開けができます。月光を使えば用途が格段に広がります。それではここで月光の優れた性能を他社のステンレス用ドリルと比較して実証してみましょう。用意したものは厚さ6ミリの正真正銘のステンレス板です。これに口径10ミリのドリルを使って穴を開けてみましょう。貫通するのにどれくらいの時間がかかるでしょうか。ビッグツールの月光 A 社、B 社、C 社同時にスタートしました。ご覧ください、月光は軽快に削っていきます。エアドリルの回転数を落とすことなくどんどん進んでいく強靭な力、切りくずを見ても切れ味の良さが一目瞭然です。今月光が貫通しました。わずか18秒です。一方 A 社、 B 社、 C 社は空回りをしてなかなか先へ進みません。貫通するまでにはまだ時間がかかりそうです。1分近くになり実験を打ち切りました。結果はご覧の通り、見事な切れ味を証明した月光、ご覧のように綺麗な加工面、裏面もバリがなく他社製品に比べて大変綺麗です。一般的な現場において、例えばエッチ工の穴開け作業にも月光は絶大な威力を発揮します。他社と比べてみましょう。月光は軽いタッチで切り込んでいきます。食いつきがよく優れた切れ味を持つ月光は、例えば高い場所での不安定な体勢の穴開け作業でも作業する人に負担を強いることなく楽に進めることができます。月光は23秒で貫通しました。他社のドリルはまだ開きません。なかなか前へ進まないようです。2分以上経過、今貫通しました。2分23秒かかりました。月光と比べてみればその差は明らかです。月光は耐久性にも自信があります。月光は独自の画期的な先端形状を持っています。これにより鋭い切れ味はもちろん耐久性も向上しています。ご覧のように連続した穴開けが可能ですから、
作業効率が上がり、作業時間の短縮につながります。月光は従来のドリルに比べおよそ5倍から10倍長持ちします。ご覧のように連続してたくさんの穴開けが1本のドリルで可能です。他社製品と比べてみましょう。他社は38個でストップ、月光は268個貫通しました。月光の性能が格段に優れていることがお分かりいただけたでしょう。また穴形状もご覧のように、他社ではライフリングなどが見られますが、月光はバリもなく大変綺麗です。多くの企業が商品化を待望。ものづくりの可能性を切り開くビッグツールの月光。ビッグツールが開発した高性能ドリル月光。月光で切削作業の常識が変わる。